さて特集は夕張の成人式です。財政破綻した夕張では昨日が成人式でした。新成人の最初の課題は予算わずか1万円で自分たちの成人式を企画することでした。20歳になるその年、町は倒産。財政破綻は新成人の門出にも影響しました。専門学校に通う佐々木智和君は夕張の新成人の一人です。成人祭実行委員として会場作りに追われていました。今のうちにはこうセッティングっていうか、しないと思うんですね。あ、本当。すごい感謝してるんで、そんな全然雑にはできないんで、気持ち込めないと。夕張では例年成人式は60万円をかけて行っていました。しかし財政破綻のため今年から補助金は全額カット。去年の繰越金1万円だけを頼りに新成人自ら式を企画することになったのです。成人式どうにかしてほしい。少しでも資金が増えればと募金を始めたのは12月上旬のこと。その声は全国に届きました。成人式前日までに募金だけでなくお祝いの品物や手紙が山のように届いたのです。このお祝いの詩も送られてきたもの。佐々木くんはみんなの目に留まる入り口にかけることにしました。本当はやるしかないですよね。あと支援してくれた方たちに本当に感謝です。夕張で成人を迎える、佐々木くんはそこにある意味を見出していました。1万円で成人式とパーティーを行う、それは新成人となる6人の実行委員にとって大きな課題でした。なんでと思ったんですけど、やっぱり今この状況の中で、その中でもやっぱり1万円って結構大きい。成人式作りにかける思い、佐々木くんは責任という言葉を口にしました。自分が生まれ育った環境ですので、やっぱり責任を持って夕張にいたいと思ってます。夕張が財政再建団体入りを決めてからすでに300人が町を去りました。市の財政再建計画案では厳しい生活を強いられるからです。それでも佐々木くんは夕張に残ることが自分の責任だと言います。自分たちが若者が残って、そしてやれることをやってあげたいなって、今までずっとお世話になった夕張市に対してという感謝の気持ちを込めてずっといたいなって思っていました。今までの成人式はされててしてもらってた成人式ですけど、自分たちでこうやって作っていくのが大人への第一歩なのかなと。成人式を作るという課題、それは破綻した夕張で市民として自分たちの手で町づくりを始める第一歩なのです。嬉しいです。会場に続く廊下やエレベーターには黄色いハンカチ、地元の人が作った新成人へのメッセージです。ドキドキワクワクって感じですよね。手作りって聞いてるんで、皆さんがやっぱり募金とかいろいろしてくれたおかげでできたんで、すごい嬉しいです。式には新成人91人が参加しました。2割はすでに住民票を市外に移していますが、成人式のために戻ってきました。
ただいまより平成19年度成人祭交流会を始めます。始めます。続いて100番です。今日はおめでとう、就職おめでとうございます。おめでとうございます。本当にみんなの力でできた成人式だと思う。この後9時からバーに行って全国の人がこうやってこの成人式をやってくれるためになんか協力してくれたっていうのは本当にありがたいと思います。これからの夕張市を支えていける、本当に何ミリでも力でもいいんで、それになれればいいなって思いました。この日夕張の新成人はたくさんの優しさに支えられました。そして今町の再生が少しずつ始まろうとしています。